じゃあ皆さんやりますよ。やりたくないんだよ、閉じようか。やめて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 ください。人狼に、探偵1の村人5でいきます。で、制限時間は5分ですね。はい、はい、はい、もうそういう感じで始めるんだ。もう始めちゃいます。もういい、オッケー。落下ダメージありで、ヒルね、オッケー。落下ダメありか、オッケー。それでは、行ってください。ピカチュウ。誰が人狼だ。誰だ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 。え、探偵か。探偵さん、探偵は、探偵は人狼だな。ゲームスタートになったら言います。探偵は人狼だな。相手に持つのはずっと地図でいいわ。さあ、こんな感じです。制限時間、今度からですね、スコアボードにした。これで見やすくなりました。ゲーム終了後に、そう、ゲーム終了後に人狼が誰かっていうのを表示してくれます、最後に。やった、ちなみにやつですね、進化を遂げていく、はい、そうよ。いい、今度ね、配布しますんで。探偵です、探偵です。ああ、探偵か、ですよね。そう、よしねよしって言ってるからね。探偵です、探偵です、もうあの時点で分かったよね。探偵です、探偵です、うるさいな。うるさいな。うるさいぞ、うるさいぞ、探偵。ズームのロー。村ビート。スレイパーライフ。ドライトさんでもさっきこれですって言ってたからなんか、ねえ。ん？ディ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 。さっきドライトさん自分でこれですって言ってたからなんか、ねえ、教えれないのかなとか。いや、それも、ウッチーさんも一緒じゃないですか。あ、死んだ誰か。やばいな。どこ死んだ？誰だ？2345。コンビニ近くにいたよ。やばい、あんま近くにいるとあれじゃない、やばくない。え、今逆に言えば今ここにいる人たちは多分安全なんじゃない。ねえ、直樹さんがなんか狙ってそうで怖い。いや、あの、ただの信念じゃなくて本当にちょっと今怪しいと思ってしまった。え、ただ俺村人だし。ちょ待って、みんなバラつこ。そうやね、みんなバラつこ、バラつこ。うん、出てきた人がいる。勘に近いより悪いけどね、なんか妙な距離感があるおかげでね。オータムさんかなぁ。あー、待って、おー、怖っ。ちょっとまだ確信近づくまで無理にやりたくねえよ。近づいてくんじゃねえ。うん、おー、うわー、怖い。誰も死んでない。誰、大丈夫。ゆうなさんも怪しいけどね。なんかゆうなさん、今回無言やね。おぉ、行った。あんまりガチガチ喋るわけではないけれども。怖くないよ。いつもよりも喋ってないよ。じー、喋ってないね。生組生米生卵を食べたよ。生組生米生卵を。今回早口言葉大会じゃないんでね。宇野天さんが監視カメラみたいになってんだけど。大会だな。マジ笑う。オータムさんさ、あの爆発があった時一緒にいなかったんだよね。怪しかったんだよな。やってみていい？行きたいよ。
いなかったよ。いなかった、いなかった。ブライトさんの喋り方もちょっとの。えまあいや、とりあえず、とりあえず。あ、村人なんでしょ、村人なんでしょ。あ、やっぱりか。ねえ、やった。あ、キャルドさんと、キャルドさん。ってことは、キャルドさんが自爆したの。自爆しちゃったの。嘘。ごめん、ごめん、それ、俺の15秒バケなの。仲間を殺したの。うわぁ、そういうことか。じゃあ行きましょう。行きましょう。で、制限時間6分に変わったね。よし。6分、6分、6分。あー、今回さすがにか。6分、6分。さあ、どうだ？わお。ゆうなさん、なんも喋んないな、やっぱ。ゆなさんは喋る話題がないっていうのもあると思うんだけどね。あやなみレイと。やめとけやめとけ。お、キャルドさん探偵。来たよ来たよ。あれ待って、TP しないんだけど。え？いや、まだじゃない。え？まだでしょ。あ、来た来た来た。多分全員。髪が長いからなんか。うのてさんが。髪が長かったから、てっきり TP バグったかと思った。大丈夫よ。あ誰だ？怖え怖いね。怖えなこれもう。怖いね。サミのマジ。怖い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 。安心して殴らないようにはするから。殴らないよ。じゃあ近づくね。急にね急にねあの真ん前に来られたらね。怖い。じゃあ近づくね。ねやっぱみんな散らばった方がいいって真ん中に集まるのは違うと思う。いつもここに集まるよね、そういえば。だってもうここ定番じゃん。一番広いじゃん。じゃあ真ん中にいる？いいよ。井戸端会議やね。井戸端が。おーっとっとっと。感じたかな、ちょっと。感じた。あれ死んだ。二人死んでる。死にました。多分ファミマのところだよ。待って、キャルドさんは、キャルドさん死んだんじゃねえ、これワンちゃん。ってことは、もしかして。やばい。俺ちょっと犯人一人分かったかもしれない。お、誰？俺めっちゃ離れてたぞ。あ、生きてるって。よかった。あ、いた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 。あ、よかったよかった。あ、よかったよかった。ちょっとめっちゃ離れてた。こっちいい。ピーさんワンチャン。あ、言って。ゆうなさんにだけ。あ、ゆうなさん。ゆうなさん、あー、なるほど。あ、あれって分かってるやん。死んじゃったから。あ、うっちーさんだ、うっちーさん。うっちーさんやった。おー、やったやったやった。ナイス。あ、オータムさんもだ。あ、オータムさんだ。オータムさんだ。ああああ、やばい。やばいよ、やばいよ。やばい。やばいよ。うおーい。ナイス。キャリトさん、ナイス。あ、死んじゃ、あ、待って、死んじゃ、死んじゃ、死んじゃ、あ、待って、あ、ごめん。頼む、よし。頑張って。やばい、やばい、やばい、やばい。もうねえだろ。もうさすがに無理か。よし、いや、もう逃げ切ってもいいかな。誰だ逃げちゃおうかな。あ、そっか、死んでもタイマー止まらないわ、経験値じゃないから。そう、わかるでしょ、これで。あ、くそ。あっ、あっ、あー、ビシャンビシャン飛んでますな。あ、俺だけ？いや、おるよ。あ、やった。あー、やっちゃった。やった。あー、レレレレー。あ、やっぱり当たってた。ウッチさん当たってたわ。おお、ナイスナイス。最初俺死んだ理由多分ウッチーさんの爆弾じゃないかなと。自分が爆弾をあのファミマに置いたでしょ。そう、キャリー謝りすぎたかな。ゴー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 やっと、嘘つく。おっ、おっと、カービゴンさんが。どうもでーす。どうもでーす。どうもでーす。村人です。探偵誰だっけ？探偵誰だ？待ってね、怖いんだけど、このなんか、ドラッツさん、カービゴンさん、ずっとなんか。二人人狼じゃないですか？いや、違います。え、たまたまここ、俺出現した。おぉ、早いね。宇野店さんが探偵。そうですか。早い。なんか、大玉爆弾使っちゃうか。早いね。早いね。カビゴンさん使ってなかったよ。これ、ドライトさんが自分でディスってた。これさ、大玉さん。
あ、おい、え、誰だ、キャルドさん違うよね、キャルドさん違うよね、ナオキさんじゃない、いや違う、あ、ナオキさんか、マジ大谷さんやるか、ちょっと安全を持って、でもなんか爆発したところらへんにいたような気がするけど、ナオキさん、もうマジ前回のさ、俺のこれさ、ナオキさんと大谷さんの二人でいるんじゃね、これ直吉さん、大谷さんでジャッジメント入ってみて。そうやね。あ、わかった。で、真ん中に自分いるんで、真ん中 TP してきたら。え、なんか飛んできたよ、上から。あ、宇野天さん。あ、宇野天さんかな。宇野天さんじゃねえか。あー、宇野天さんっぽいぞ。とりあえず俺入るからさ。あ、でも待って、待って、宇野天さん。あれ、探偵、探偵。あ、そう、探偵だ。あ、そっか。あれ、土井さん。え、じゃあ待って、ジャッジメントルーム来て。自分真ん中に残るんで、真ん中来たら、じゃあジャッジメント見に行きますね。はい、どうぞ入って、じゃあ奥の方に入ります。誰か来て、一人でいいから。オータムさん、ナオキさん、オータムさんで入ってもらって。オータムさん爆弾仕掛けない。あ、爆弾仕掛けてる、オータムさん。あ、やったこいつ。オーマイガー、待って、これ動けねえだろ。ちょっと、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 あった、あー、危ねー、来た、来た、来た、はい、よし、倒した、オッケー。とりあえずさ、俺入っちゃったからさ、俺を出すかさ、もう一人入ってくんね。もう一人、あ、待って、もう一人相方いるよね、ってことは。え、待って、静かだ。え、もう一人、ドラヤトさんじゃないの。やっぱそういうことだよね。ドライトさんの声が。いや、ドライトさん今なんか絶対企んでる、ちょっと待って。やばいな、ドライトさん怪しい。あ、でもまあ別にこっそりこっちゃで教えてるかもしんない、逃げ切れば作戦。まあ逃げ切れば勝ちやけど、とりあえずさ、これ出しちゃっていい。ああ、あってタイミングミスった。わーい、ドライトさん静かになったからワンチャン死んだ可能性もあるけど、待って、爆破の時のログ何個、いくつかなったっけ。誰今感圧板の落としたよ。んー、感圧は私が踏んだからじゃない。あ、そうなのか。んーと待ってね、宇野天さん生きてるよね、確か。宇野天さんは探偵でしょ。ドライトさんじゃないの。え、 What the fuck、 誰だ、またキャルドさんとか違う、ナオキさん、キャルドさん、違う。でもな、でもなんかナオキさん解放してから爆破の音がした。なに、待って、車ぶつかった、痛い。もう仕方ないな、これは。ほら、やっぱり直吉さん、もうお手手にライトニングボール持ってやる。そっちか。ふぅ、すごい音が聞こえた。え、待って、なんで不発すんの。おめでとう、ナイスだ。なんでさ、なんで何発も復活しちゃ。ナイスナイス。おかしい。おかしい。125分の1はおかしい。